はいどうもチェリーです。ちょっと待ってね、ちょっとどえらいもん取ってくるから。よっよっへ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 っ、おいこれこれどこに書いてる、これか。いやーちゃちゃちゃバッツ見て、これちょっとマジで重いから、ガラスコレクションケース3段来たー。ちょっと待って、下ろした。重た。これマジでリアルに30キロぐらいあるんちゃうかな。30キロ言い過ぎ、でも30キロ近くあるんちゃうかな。これね、買わせていただきました。もう国王の部屋のねフィギュアが溢れんばかりになってきて、めっちゃ悩んでたんよ。どこに飾ろう、どこに飾ろうと。で、100均でなんか買ってきては小細工の動画出してね、ここにフィギュア置こうかなと思ってますみたいな、そんなん言っとるけども限度があるわけよ。まあ正直ここに置いちゃえばええ話やねんけどね、ここに置けばええんやけど、やっぱりフィギュアね綺麗に飾りたいじゃないですか。ここもこう見えて綺麗好きですからね、あんまり掃除はせえへんけど、矛盾しまくっとるけど、飾るからには本気で行ったりたいっていう、そういう気持ちでやってますんで、はい。とりあえず今回こちらね、購入してきたんで、まあ、買ったことのない方のためにね、どうやって組み立てるんかとか、どんな重さみたいな、そんな感じのこともレビューしながらね、やっていけたらと思います。それでは早速、組み立てていきます。噛んでもうた。組み立てていきます。はい、とりあえずね、ちょっと角度的に見にくいかもしれないですけど、我慢してください。国王のね、城はちょっと狭めなんで、あんまり有意義にスペースを使えないです。まあ、一回開けて、パーツがどんな感じか、見ていきましょうかね。国王自身も、ガラスケース作るの、だいぶ久しぶりなんで、ブランクはあります。もう2年レベルで作ってないんで。で、この発泡スチロール正直めちゃめちゃうざいです。すんごいゴミになります。発泡スチロールのね、かけらがすっごいことになってますから。はい、とりあえず段ボールとか鬱陶しいんで、すべて一気にパーツだけ出していきます。はい、今ガラス出してるんですけど、ガラスほんまにすべて落としたらやばいんで、こういうゴム手袋ね、こういうの使ってください。マジでスルッて落として割れたらシャレならないんで、細心の注意を払って扱ってください。ゴミがえらいことなってます。はい、こんな状況になってしまうんで、とりあえず掃除してからまた再開したいと思います。はい、とりあえずね、一旦片付けれたんで、早速組み立てていきます。まあ説明書嫌いの国王といえども、さすがにこれだけは読ませてください。失敗したらえらいことになるんでね。まず1、組み立て手順1ね、下の板というんかな、木の板、これをとりあえず置くと。どっちでもいいんかな、2枚あるんですけど、あ、そこの方は多分後ろにシール貼ってますね、これがそこです。よいしょ、そこをとりあえず置きますと。で、この支柱ですね、これ4本入ってるんで、これをぶち込んでいくという状態ですかね。ボルトで固定と。まあまあ結構簡単ですよ、言うて。組み立てれるか心配やわって思ってる方、甘い、それ甘い、マジで簡単やから。ただ1個引っかかるっていうと重いってだけですね。で、基本的にドライバーとかそっち系は使わなかったと思います、ほぼほぼね。使うんかな、あ、使いますね、ごめんなさい、使います。これ合ってんのか、合ってるな。こんな感じで、棒支柱を立てていきます。まあ、最初は仮止めでいいですよ、仮止めでやっといて、次つけていくと。はい、これ後ろなんですけどね、これ六角みたいなやつ、六角だかな、こういうやつついてるんで、これで最後とどめにね、ガツンと回して締め上げたってください。そしたらとりあえずね、この支柱立ては完成かな。どうぞー、こんな感じ。はい、続いてね、早速ガラスの方取り付けていきます。まず背面からね、背面をこう溝にはめ込みます。ちょっと見にくいかもしれんけど、溝があるんですけどね、溝にはめ込んで、この透明のガラスをこう接続するみたいな、接続っていうんかな、この L 字型のやつをこの溝に
溝の角にはめ込んで、でここにまだ溝があるんでガラスをバスッとはめ込むと、こんな感じ。それでガラスとガラスを固定させるみたいな感じですね。ほんまに簡易的な組み立て方です。いや、おかしいおかしい、普通に危ねえ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 、あー危な、倒れた、危なかった、今割れるとこやわ、ガラガラガッシャーン言うて。でもこれ背面やから C っていうのが背面ガラスなんですけど、 C って書いてるよな、だから間違いなく合ってると思うよ。まあとりあえずやってみようか。で B の横側のガラス、これをはめ込みます。ガスッといけるな、多分。あ、いけそういけそう、多分これでいけるはず。あのここのね、白いあのパイプというか、あのつなぎ目みたいなところを逆に付け替えてみたんで、多分これでいけるはずなんですよね。なんかいけそうな感じの幅になった。うわっと危ない、気をつけて。俺これで無理やったらマジで発狂する。せっかく届いたのにさ、振られへんとかいうパターンあるからな、勘弁してや。おい待てよ、あっつ、ちょっと汗かいてきたわ普通に。おっしゃ入った、これや、来た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 、よし。じゃあもう片方もねつけていきましょうか。おっしゃいった、来た来た、よし、オッケー。あーマジで熱い、本気で熱なってきた。で、このガラスが全て取り付けれたらどうや、上の蓋つけていきます。もう上の蓋はさっきと一緒の要領ですね。この溝があるんで、溝通りにこのはめ込みにはめ込むかな。うん、よし、オッケー、簡単簡単、楽勝楽勝、よし。それじゃあちょっとネジ回していくんやけど、あれあれ、ネジのやつ俺どこやった、よし蓋もつけた。で本来やったらね、次アジャスターって言って、そこにねこの足みたいなのをつけていくんですけど、ここを今回重ねますんで、これ今回使いません。ちょっと申し訳ないですけどね、飛ばさせていただきます。まあでもね、これつける言うてもめちゃめちゃ簡単です。はいはい、ほぼほぼもう原型できてきてます。こんな感じかな。こういうことですね。人間すらも入れるサイズです。何やってんねんほんま。でね、最後の大仕事です。扉つけていきます。扉のね、ガラスケース、ガラスが1枚残ってますと。これどないしてつけていくんかって話なんですけど、正直ここも分かりません。あの、忘れました。説明書にはね載ってるんですけど、なんかむずいんよな、こんなんやったっけみたいな。まあでもとりあえず一回やっていきましょうか。まずね、なんかこんな感じの金具があるんですけど、これをこの扉のこっち側かな、だから言うたら磁石でこう開けるんで、こっち側にこれをこっちか、こんな感じでセットしていきます。こういう感じですね。なんかゴムの、テープみたいなのがついてるんで、それでつけるって感じ。はい、両サイドやりますよ。これをここに貼ると、うまいこと貼ってね、ちょっと見えてるかわからんけど、あのほんまに部屋が狭いからね、正直言っちゃうとやりにくい。はい、オッケーかな。まあここはもう失敗する人なんかほぼほぼおらんって。で問題は次なんよ、これかなり難しいね。どうやるんやったかな、多分このね、こういう金具があるんですけど、これを下のね穴、まあ上と下の穴にゴスッと刺して、このガラスケースに刺してね、で扉っぽく動かすようになるんですよ、これね。ちょっと説明悪いから、あの理解してない人もおると思うけど、これをとにかくつけなあかんわけ。こっち向きやったっけな、なんか俺向き間違ってる、そんなことないな、こうかこうか、こういう感じ、こういう感じでつけるんですけど、後ろからね
ネジを回して止めるって感じなんですよ。これちっちゃいよ、ネジをね。で、ガラスを傷つけへんためにあらかじめこれをガラスの裏側に確か貼っとかなきゃはずだよな。だからそれ貼っときます。え、貼ってるな。あ、貼ってる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 。これを一回上にペタッと貼り付けますね。裏側よ、裏側、間違えたらあかんで。こんなもんなんかな。どんなもんだやろ。こんな感じかな。はい。で、これをカパッとつけると。で、ネジで後ろから固定するって感じかな。まあ、近くで見たらこんな感じですね。こういう感じで後ろにネジをこうドライバーで、さっきの貼った銀のテープじゃない、銀のプレートに向かって、あれ逆や、こっちか。そうそうそう、うわっ危な。まあこんな感じですね。まあ、普通の手のドライバーで大丈夫です。ここを結構めんどくさがりなんで電動すぐ使いますけど、はい、こんな感じ。いけてるかな、多分大丈夫やと思うよな。はいはい、いけてるいけてる。これを言うたら上に差し込む感じですね。で、こう可動式になると。はい、じゃあ逆もつけていきますね。あかん、録画しとったつもりが録画できてなかった。ここ装着しました。ここのね、両サイド下も上も穴あるんですけど、磁石これないとやっぱりドア閉まらないんでね、磁石ぶち込んでいきます。こうかな。 OK OK、 これでね、扉が開け閉めできるはずです。うわ見て、ひっついた。ちょっと待って、これずれとるわ。ちょっとやっぱこうバーンってやると跳ね返ってくるけど、完璧につきます。合ってるよな。あ、全然つくわ。あ、めちゃめちゃひっつく、磁力がついてきた。ほら完璧です。こんぐらいの勢いだとつくんちゃう。あー、ちょっと届かん。はい、来たー。これで OK です。で、あとはね、棚板をセットしていくんですけど、ちょっと近づけようか。よっよっ、はい、おやい。このね、なんか吸盤みたいなのがあるんです。これを使います。吸盤と、ネジ、これね、使っていきます。この吸盤をね、ここに取り付けていくんです。この支柱のところにね、これこういう感じで吸盤にネジをセッティングして、ここに、ちゃんと合わして、あー吸盤で、この吸盤を4方向につけて、そこにガラスをストンと置く感じですね。よし、とりあえずここね、この棚板、これを置いちゃえば完成です。はい、どう、これで OK です。で、まずね、ガラスケース重ねようと思ってるんで、これを男国王がどっさり持ち上げますんで見とってください。最悪、今撮ってると思ってさ、必死で喋っとったのにさ、まあ持ち上げてね、ここに乗せて喋っとったのに撮れてなかった。ダブル2回目です、持ち上げんの。まあ正直ね、国王から言わせてもらうとめったくそ軽いです。こんなん余裕です。いくよ、がっさりいくからこれ。うるべ、よしよし、こういうことですって。めっちゃめちゃ軽い。最初重いから気をつけてとか言ってたけど、正直めっちゃ軽いです。はい、ちょっと強がってます。まあでもね、横のこのでかいガラスケースに比べるとほんまに軽い。全然危なくないぐらいの重さではあるね。ちゃんと力がある男の子やったらね。国王もこう見えてね、割と力ありますからね、拳ありますから。21歳拳で、うわー、こんな感じ。じっくり見て、だいぶいかつなってない？ほら、うわー、すっげー。でね、分かってるんよ、国王、こんなん直で置いたら危ないでしょって、地震とか来たら倒れますよっていう声をくるんが分かってるんですよ。十分に分かってる。だからね、しっかりそれに対して地震の対策できるもの買ってきてますんで、次回その動画作りましょうかね。今回もうね、マジで疲れた。これ実は SAO の一番くじ引いてきて、編集も今からやらなあかんっていう焦ってる状況の中で1時間ぐらいかけて撮影してるんですよ。はい
もうやばいやばい、早やらなあかん。飯も食いたいし、腹減ってるからな。飯も食いたいし、地震対策のあの動画はね、まだもうちょっと別の日に撮るけど、安心して、絶対に地震の対策するからぎっちりやっていきますんでね。絶対皆さんね、部屋に高い棚とかあるはずなんですよ。地震なんか今最近多いからね、対策していかんと危ないと思うんで、次回その動画出すんで楽しみにしとってください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。